はい、皆さん、クーさん TV です。お元気でしょうか。今日の話ですけども、自分の人生は思い通りに作れます。自分の人生は思い通りに作れます。本当ですか？そう言い切れるあなたは何者なんですか？この次第を聞かれて、皆さんそう思われたかもしれません。私は現在63歳。まあ、現在再雇用中の単なるおっさんです。ごく平凡な一般庶民でございます。でもそれは言い過ぎだろう。自分の人生を思い通りに作れる？バカなことを言うんじゃないよと。人生は山あり谷ありが当たり前。あなたは超楽観主義なんじゃないんですか？という声が聞こえていきます。じゃあ、私が、まあこのような結論に至った理由を話します。自分の人生を思い通りに作れるんです。ということです。確かに私は、学卒もですね、地元の会社に就職して26年間必死に働きました。まあ世間の不条理や矛盾もその会社員生活の中で数多く経験しました。まあ当然落ち込んだ時もありましたし、まあ能力がない自分を見下した時期もありました。人生なんて思うようにならない。でもみんなそう思って我慢して耐えながら生きてるんだというふうにも考えた時期もありました。しかし、入社して26年目、47歳の時にですね、一年発起して、その会社を脱サラして、単身中国へ渡り、会社を作りました。まあ、その中国で5年、滞在した後、タイへ渡り、タイで工場を建設して、まあ、工場のトップとして、現地の運営も、会社の運営もしました。そして2年前、まあ、ちょうどコロナが始まった頃にですね、日本へ帰国して、現在、新工場の建設を担当しています。まあ自分が属している現在の現状を変えるためには、まあ自分が望む状態を今イメージしなければなりません。まあ現状を変えるためには自分がどうしたいか、どんな姿を目指すのかという望む願望のが見える世界、そういうことはイメージするべきだと思うふうに思っています。まあ現状だけを見ているだけでは、まあその限られた範囲のことばかり考えてしまうからです。現状に埋もれていると夢とか希望なんて考える余裕はありません。ましてや現代は毎日情報が波のように押し寄せてきて、その情報の波に流されてしまうのが、まあ大抵の人たちのパターンだと思います。まあ本来自分が考えるべきことは何なのかも忘れてしまいがちです。今見ているもの、今あるものが皆さんの思考、関心の原点になっています。まあそれに加えて他人の目を気にしてしまいます。まあ多くの人は現状に意識を奪われてしまうので、まあ自分の人生に変化が起こりません。毎日同じことの繰り返しでだけで時間が過ぎ去ってしまいます。まあ仕事だけではない、まあ地域や友人関係があるじゃないのというふうに思われるかもしれませんけれども、まあそういうチャンスもあるでしょうけれども、まあ自分の意識が現状から抜け出せていないので、まあ出会った人から刺激を受けるということも少ないと思います。まあこんな自分は嫌だ、こんな人生は嫌だと心から思うならば、まあ現状や他人の目に意識を向けるのをやめて、自分はこうなりたい、こうなったらいいな、という状態に、まあ、意識の方向を向ける必要があります。ただ単に今見えるもの、周りで起きていることを眺めているだけで、まあ、心を痛めて右往左往するのではなくて、意識の方向を全く こちらからこっちへ変える、意識の方向を変えるということが大切だと思います。まあ、自分はこうなりたい、こうなったらいいなと思う状態に意識を集中するということです。じゃあ平日は忙しいので週末だけ考えましょうかということではなくて、毎日、まあいや一日に何度もそのことに意識を向けるべきです。そうするとですね、その意識は思考となり、その思考が徐々に大きくなっていき、まあ前向きな感情に突き動かされて、まあ新たな一歩を踏み出せるようになります。まあ私の場合も、まあ47歳で脱サラして中国に渡るということを決断したんですけども、まあその決断をする数ヶ月、半年ぐらいは
本当に熱病に侵されたような状態になって、まあこのままじゃダメだ。まあ絶対海外で自分の一人でどこまでできるか、そういう自分の実力を知って試してみたい。そういう思いが非常に強く心の中からふつふつと湧き起こりました。何が何でも海外で勝負する。そういうふうに思いを集中して中国へ渡った次第です。まあ中国での事業はどうだったかというとですね、まあ正直大成功したというわけではありませんが、まあ、日本じゃない異国で一人ぼっちでやれることはやったという、まあ何か変な自信がそこでつきました。まあそれでこの中国での経験を生かしてさらに別の国で再挑戦したいという思考が中国で強くなっていきました。毎日そのことを願ってきっとできると自分を信じて行動した結果、まあ現在の会社の社長に再会することができました。現在の会社の社長はなんと高校の同級生でした。そしてその社長からタイ工場の設立を任されることになったわけです。まあ自分はこうなりたい、こんなことをやりたいと願望して、それを強く意識して自分ができると信じるならば、そしてそれを一歩踏み出した行動をするならば、同じ思考を持った人が自分に引き寄せられてくるという経験をしました。自分は単身海外、中国やタイへ行って、行きましたけども、マネジメント業務というものを初めて経験したんですけども、非常にそのマネジメント業務というのが刺激的で面白いということを学ぶことができました。まあ、具体的には海外での会社の設立であるとか、まあ、工場の建設、会社の運営、また海外で製品を生み出すための組織づくりやそのための箱物づくり、も踏まえてですね、含めて全てのことを経験することによってマネジメント、トータルマネジメントとは、まあどうあるべきかということを身をもって経験することができました。まあ、現在も日本に戻ってきて、本社工場の新工場の建設を任されていますけども、まあこれまでの人生を思い返すと、自分が強く願ったことは確実に実現してきたなと。実現できてきたなというふうに今は思っています。これが自分の人生は思い通りに作れるという根拠です。でも、それでどれくらい稼げたんですかということをちょっとこう質問で聞こえてくるような気がしますけども、じゃあ、まあ、人生の成功って何をもって測ることができるかということですよね。人生の成功の尺度をどう捉えるかということを話したいと思います。まあ、一般的に成功の尺度はいろいろあると思います。まあ、世間的に言われているのは年収であったり、まあ、肩書きであったり、保有資産であったり、まあ、もうちょっと砕けて言えば車であったり、家であったり、まあ、腕時計の類ですよね。そういったものを、まあ、高級ブランドのもの、高いものをたくさん持っていればですね、人生は成功したというふうに、この世の中では評価されることが多いのかもしれません。でも私の場合はちょっと違ってですね、今の私の心地よい感情、今の私の心地よい感情がその時保ててるかどうか、抱けるかどうかというのがその成功の尺度というふうに自分自身は思っています。朝は、まあ、幸せな気分で目を覚ますことができ、そして美味しい食事を妻と一緒に楽しんでいただく。まあ、安全運転で会社に向かい、まあ、仕事では会う人と笑顔で話しながら、まあ、楽しみながら業務をこなしていく。そして仕事をパパッと終えてですね、心地よい気持ちで車を運転して帰宅して、妻と楽しく夕食を楽しみながらいろいろその日の出来事を話をして、まあお風呂に入って気分よくベッドについて眠るという一日のルーチン。これが私にとって幸せを感じる時間となっています。私にとっての成功はこの心地よい感情があるかないかということで、測っています。自分の人生は思い通りに作れます。今日の話は以上です。今日の話が良かったら高評価、そしてまた
チャンネル登録よろしくお願いいたします。では失礼します。